サンガティアンド・トゥール大聖堂にある、シャルル・オルラン王子の墓シャルル・オルランド・フランスは、フランスの同ファン。フランス王シャルル・ハッセイとブルターニュ女皇、アンヌ・ド・ブルターニュの長男として誕生した。誕生してから2日後の10月13日に洗礼を受け、大母には、シチリア王妃、ジャンヌ・ドラバルが、後見人は、オルレアン・公類ルイと、父方の義理の王子である、傍重領主ピエールがなった。 後見人の二人は、オルランと名付けた両親と、大母の意向に反対していた。王家では、伝統的に、シャルル、ルイ、フィリップという名が好まれてきたからである。最終的には、妥協に達し、幼い王子は、シャルル・オルランと名付けられた。国王夫妻のただ一人の多い継承予定者を守る、ためのあらゆる措置が取られたにもかかわらず、王子ははしかにかかりアンボワーズ城で亡くなった。 国王夫妻にはその後も男児が生まれたが、乳児期に創生したため、オルレアン皇類が多い継承予定者であることが明らかになった。ありがとうございます。